どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのクッキーを紹介したいと思います。かなり美味しいし、僕も結構大好きなクッキーです。でこれ初めて食べたのが5年前なんですよね。ニュージャージー州に住んでいた時、お父さんがクッキーを買ってきたんですね。ガールズスカウトが売っているクッキーなんですね。でそれを買ってきて家に持って帰ってきたんですね。でみんな食べて、どんどん食べて一瞬になくなっちゃいましたね。でその同じクッキーが近くの店で売っていたので買ってきました。それはこちらです。 Fresh Finds Caramel Coconut Fudge Cookies の紹介です。キャラメルとココナッツとファッジのクッキーですね。3つの食べ物が一緒になったクッキーですね。でちなみにココナッツあんまり好きじゃないんですけど、このクッキーとはマジで合います。5年前に最初食べた時、あ、ココナッツ入ってんのか、なんかまずそうだなって思ったんですけど、でもお母さんが美味しいから食べてみなって言ったんですね。で食べたら超美味しかったです。ハマっちゃいましたね。ちなみにガールズスカウトクッキーの動画は YouTube にあるので、見てない方は下にリンクを貼っとくのでチェックしてみてください。こちらの値段は結構安いですね。1ドル50セント、日本円で170円ぐらいですね。このサイズで170円はすごいです。こちらがサイド、後ろは同じですね。 Freshness Guarantee、 超フレッシュですって書いてありますね。 If you're not completely satisfied with the quality or freshness of your food purchase, we will refund 100% of the purchase price。 もしこのクオリティで満足しなかったら 100% 払い戻しができますって書いてあります。マジで？こういうの書いてあるのを見るとなんかちょっと驚きますね。こういう感じに入ってきます。上にはチョコレートがかかっていて、ココナッツもかかっています。で裏にはファッジがありますね。でもちろんキャラメルもあります。いただきます。美味しいな。これ普通のクッキーではないな。これ滑らかでクリーミーだし、パーフェクトなお菓子ですね。スイーツ感っていうのが半端ないですね。ちょっとしたサクサク感もあってスムーズで、おやつにはぴったりなクッキーです。抹茶とか紅茶を飲みながら食べたいですね。でクッキーの中がマジでいい。食べかけで申し訳ありませんけど、中がすんごいいいんですよね。チョコレートもたっぷり入ってるし、キャラメルの味とココナッツの味が抜群です。ココナッツの味の方が少し上回っていますけど、キャラメルの味もねまあまあします。食べた後でも味がね口の中に残るんですよね。こういう感じも結構好きです。ほんとキャラメルとココナッツとファッジは全部合いますね。ふわふわして柔らかいし、少しだけサクサク感があって、パッケージに書いてある通りフレッシュですね。ほんとどん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 食べちゃいますね。いっぱい食べたいんですけど、後で家族とかにもあげるので欲張りはねダメです。点数は間違いなく100点満点。キャラメルとココナッツとファッジの味は全て良かったです。柔らかいとこもあるし、サクサク感もあるし、すごくいいですね。でチョコレートはものすごく滑らか。もうほんとお茶が欲しいです。キャラメルの味はまあまあしますけど、そこはね大丈夫です。美味しいからもうそこはどうでもいいですね。皆さんこちらを見たら買ってみてください。ぜひおすすめします。僕みたいにココナッツがあんまり好きじゃない方でも食べれます。でこちらを食べるときは紅茶とか抹茶を飲みながら食べた方がいいと思います。ジュースとかソーダと一緒に飲むのもいいですけど、お茶の方がいいと思います。 Fresh Finds Caramel Coconut Fudge Cookies の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。